ようございます。おはようございます。はい、ということで、行きたかったところ、あ、開いてる、あ、開いてるぞ。ちょっと前回のちょっとリベンジしたいと思います。今日はレールガン打っていきたいと思います。ヤッハロー、みさきみさです。ということで本日11月の21日第1プラス店さんに来ております。いや、前回はですね、まあ負け額はそこまで大したことはなかったと思うんですけど、まあ、今回はどうなるのか。で、天井前回2回行きました。今日はね、もうだから天井に行きたくない、行かないことを目標にしたいと思います。で、朝一はチャンスゾーンが上位のチャンスゾーンが選ばれやすい。青色三つに赤色一つです。あ、ここでレア役追加です。いや、最初青三つか、厳しいですよ結構これ。沈黙を深めサードスタンド。お、2連続チェリー、お嬢様ゾーンの煽り来てる。はい、よし、お姉様ゾーン行きました。100ゲーム現在、ここでポイントを貯める。あー、ダメか、1000まではいかんかったけど820まで貯まりました。マックス揃いました、止まりました。お、来ました。リセットやから朝一はチャンスということで、上位のチャンスゾーンが選ばれました。で、ここで絶対入るとは限らんから、このランク4を入れないといけないですね。なんでベルかリプレイで決定されるん で、これがダメだったら下の方に下がっちゃうかな。いきます、4回チャンスあります。はい、でもこっからやからで、こっからやからね。これ確か 80% とか期待度あったんじゃないかな。で、ランク4のエピソードチャンスいきたいと思います。ちなみに前回はこれで入りませんでした確か。エピソードが進むとチャンス。で、今青色エピソード1ですね。はい、よし、赤色までいった。これはなかなか期待できるんじゃない。はい、で赤色で発展です。倒せば成功。はい、おー、カトイン出たー。あ、やったー、154ゲームです。いい感じで、またここからなんで、ここからチャンス H になります。お姉さまに頼んなさい。はあ、失敗した遊びたいモードを選んでね。で、モードが2つありまして、レールガンバトルかこのインターンシップ、どっちにしよう、こっちにします。レールガンバトルで、レールガンバトル、おお、お、行きまーす。これ前半パートと後半パートがあって、後半パートで決まります。ここからですね、どれが選ばれるのか、ジャッジメント。はい、
えい、うわー、青色や。でも分からん。だから黄色だからベルを弾けばいいってことでしょ。はい。ワーニング、はっ、えい、やだー、てっ、お、ベルですよ、えい、うわー、あ、ここか、え、ベルじゃない、はい、ベル、青色です、うわー、泣いて泣ける、ベルまだ引いた、え、マジ終わり、はい、うわ、え、なんか良さそうじゃないこの画面、みんなの水着でも、これ設定者のあの解析出てないんですよね、まだ、いや、もう分からへん、あれ、うわー、またダメだ、ダメでした、ニスルーメン、うわー、通常ですか、むずくないですか、ガチ、もうなんやだ、はい、天井行きました、ということで、いきたいと思います。なるほど、こんな感じなんだ、1画面モード、ベルガンアタック、いきます、ここでゲーム数最初に決めるんやね、で青色とかは良くない、10ゲーム、そこ超えていこう、はい、初歩ゲーム数で始まります、まずいです、天井までハマったんですけど、どうだ、はい、うわ、よっしゃー、揃えました、まず1回目、はい、や、これでいきます、ラスト、はい、ということで終了です、お、あ、え、あ、継続したんだけど、ラッキー、ボーナス継続しました、ラスト、はい、終了で、さっきのに戻るとチャンスです、はい、いや、残り13ゲーム、なかなか使っちゃった、いきます、こんなの重い、いけ、いくんだ、え、あ、継続ね、なるほど、はい、はい、まだまだ、お、チャンスが緑になってる、いけ、よっしゃー、いきました、ラウンド3、え、なんか音楽流れてるけど、終わりました、ガチ、うわー、終了画面、コーナー3回で161枚終了です、マジかー、で、ここで、ね、引き戻し抽選狙います、超えろ、ラスト、う
わもう無理やねんけど普通にむずくない？四つ葉のクローバーだ。いやきついですって。3回でした。350枚。もしかしたら続くかもしれない。はい、うわ終わった、終わった、マジかよ。むずいってこれ本当に。やったー、はは、嬉しい。2回目で入りました。ラッキーパターを押せ、はっ、やったー。はい、よーし、お願いします。今度こそ全部取り返したい。お願い、2000枚以上出さな。まだ終われない。35ゲーム平均ぐらいです。いや、いいね、やったー、来たー、節約できた。4ゲームでチャンス。はい、おっしゃー。もう27ゲーム。はい、やったー、いい感じです。よし、残すは11ゲームいきます。お願い、続いてください。おおお、追加です。赤色チャンス、うわ期待できるんじゃない。よし、やったー、かわいい。お、なんか出た、見て、着物。よし、行きますよ。あ、結構たいっぱい来てるよ。これチャンスじゃない？はい。え？10ゲームです。チャンス目ではないけど。え、ずっと結構倒る。え、3ゲーム。いいの？マジ？はい、うわ、なんかよく分からんけどすごいことになってる。めっちゃ上乗せされるんですけど、何が起きてるんでしょうか。はい、3ゲームラスト。はい、えい、3ゲームトータル35ゲームも乗りました。最初と同じぐらい乗りました。マジ？継続？しかも上乗せチャンス中だよ。やばいって。あ、上乗せチャンスじゃなくなった。はい、全部で38ゲームも乗りました。ありがとうございます。やばいです。42ゲーム、43ゲームあります。3、2、1、やったー、乗ってきた、なんか乗ってきてる。えい、3ゲームありがとうございます。わーお、3ゲーム楽しい、やっと分かってきた、楽しい。うわ、水着像ゲットしたよ、アイコ。え、えぐない。次アイテムタイム。うわ楽しい、何これ。6ゲームです。継続です。しかもはい、ということで水着ゾーンです。本日4回目の水着ゾーン、1回も入ってません。 40% ここで決めます。はい、はい、リプレイ。
いいぞ。はい。よっしゃー、来たー、やったー。これで水着ボーナス、細長いタイトルのボーナスね。今回はラッキーナンバー、この上の画面の別に注目です。いきます。あ、スイカ引いちゃった。1ゲームナビ上乗せです。緑色です。ゲーム数は乗せ、はい、3ゲームで赤色、えい、よし、はい、5ゲーム、えい、よし、はい、3ゲームラスト、うわ、はい、みんな、はい、プラス11ゲームでした。気づか、はい、うわ、初めてなんだけど、アイテムタイム、なんかアイコンがもらえるみたいな。あ、アイテムバトルチャンスがここでも当てなあかんねや、なるほどね、はい、お願い、うわー、アイテム、うわ、遅いわ、リプレイが、プレー遅かった。全部で9ゲーム上乗せでアイテムタイムです。よし、さあまたチャンス、はい、ラストチャンスだって、お願い、はい、はい、よっしゃー、やった、来ました、アイテムバトルチャンス、初めての、ありがとうございます。研究施設のこれ上乗せとかやな。あ、じゃあ、ちゃわ、アイテムをもらえるよね、これで。おー、なるほど、お姉さんたちと戦うのか。原作見てないからよく分かってないんですけれども、え、ここで決まっちゃう、もしや、はい、リプレー、麦のしずき、青文字です、赤文字です、いけ、よっしゃー、アタック、はい、上乗せ確定って書いてある、はい、あ、上乗せゲームズ、はい、えい、あ、6ゲームってことか、え、まだゲーム数合わせで9ゲーム、はい、え、ラウンド2個、うわ、もう1回で15ゲームもゲットした。この開始画面によってなんか継続 50% か 80% かっていうの分かったりするらしい。立ち上がれた、1回目で終了、うわー、15ゲームだけでした。あそこね、いっぱいゲーム数渡せするんね、それで爆発させる感じか、なるほど、ゲット、ゲーム、うわ、かっこいい、何、え、こっから入っちゃうんや、わお、はい、行きまーす、ラードワーリフ、はい、行っちゃいまーす、はい、ハンゲーム、はい、からの、すげえ、6ゲーム、12ゲームです。それがラウンド2、さっきと同じやね、画面、うわー、
勝ちました。よかった、ナイス。あ、この時もらわれへんでや。なんかすごい震えてる。ゲーム数は乗せないんだ、あれ復活は。チャンス目来た、こんなところで。あ、確定金、ナイス。はい、OK。ちょっとしょぼいけど、9ゲーム合わせて20ゲーム空いた。え、でも今回続いた。お、主人公来た、急に。ラッキー。このスロット主人公全然出てけへん。あれ、あれ主人公やんな。主人公じゃない、あの男の子。あ、インデックスの主人公か、あれは。よし、 80%。 よし、最強だ。9ゲーム、はい。先行じゃないといっぱい乗らんのか。はい、よーし、やばい、楽しい。いいですよ。よし、やば、 80% やばい。なんかあれみたいな、ワルブレみたい。よっしゃ、久しぶりに来た。いっぱい乗っけるもんね。3ゲームからの、はい、3ゲームからの9ゲーム。15ゲームです。いけ。うわー、さすがに無理か。パウンド20終わりました。やばい、93ゲームになりました。20ラウンド20まで続いた。え、やばい、全部で150ゲームもある。えぐいです。終わる気がしない。はい、よかなるほどね。遅いね、回転するのが。10% 取りました。ありがとうございます。頑張ってよかった。やったー、さす
行きます。行ってくる。でもやばい、出たよ。4154枚です。ありがとうございます。いや頑張った。はい、お疲れ様でした。ということで、レールガンリベンジ成功いたしました。いやー、レールガン楽しいですね。最高です。皆さんも打ちましょう。前回は本当に申し訳ございませんでした、あんなこと言って。いやー本当に、ね、楽しかったですね。まあ、最初はね、午前中のうちで投資が40歩以上を超えて、もうどうなることやら、もう今日も終わりだなっていう風に思ったんですけれども、やっぱりこう AT が伸びた時の爆発力がほんまに桁違いやなっていう風に思いました。で、今日投資がね、全部で、2256枚まで行きました。48本ですね。で、回収がなんと4138枚ということで、プラス1882枚になりました。なので、前回のちょっとパスとちょっとマイナスやねんけど、まあ、そのことね、気にしてもしゃあないんで、もう今日は勝ちなんで、これからもね、レールガン打っていきたいと思います。皆さんもぜひ打ってみてください。で、店内もめちゃくちゃ盛り上がってて、満潮だったり、レールガン他にも 2,3 台ぐらいかな、箱積んでたり、まあ波は激しいんですけれども、あとはバイオハザードとか、あと鬼武者もカバネリも4箱ぐらい持ってたみたいです。絆も今日調子良かったですね。ということで、皆さんもぜひ船橋遊びに来てください。ということで、以上、みさきみさでした。じゃのー。